松村さん、先ほどお母様に対して生意気だと言ってましたが、うん、昨年末のオールナイト一部ではお母さん大好きと連呼しましたね。どっちが本当のアンサーなんですかだって。おい、そんなやってたのお前。あ、やってたね、うん、お母さん大好きってか、なんかふざけてやってた、うん、そう、今日の話さ、うん、あのまあオールナイト持ってけるかもなと思って練習用で一回親に話してたの、うん、で話が長くてさ、ごめんもんちゃん、なんだこう直して直して直してさって、うん、なんか生意気言ってきたね。うわうるせえなお前。でも結局だから今日のフリートークさ、お母さんと作ってきたフリートーク。気持ちいいよお前。ママと作ってきたフリートーク持ってくんじゃねえよお前。